今月のいいな伊達は、伊達市にある2つのプールをお届けします。伊達市保原町に位置する保原プールから紹介していきます。平成30年にオープンした新しい施設のため、設備が新しく、男女の更衣室のほか、休憩室や会議室、多目的ホールが併設されています。それでは早速プールの様子を見ていきましょう。わあ、広々とした清潔感のあるプールです。縦25メートル、横15メートルの大きさで7つのコースがあります。25メートルプールの隣には幼児用のプールがあり、安心して子供を遊ばせることができます。多目的ホールには8畳の畳スペースがあり、その奥には授乳室も完備されていますので、小さなお子様連れでも安心です。続いて柳川プールをご紹介します。こちらのプールは伊達市柳川町に位置し、外観から木材を基調にした施設とわかります。どこか懐かしさを感じる作りですね。早速中に入っていきましょう。内装も同様に木材がふんだんに使われており、木の温かみが感じられる施設になっています。では屋内プールを見ていきましょう。屋内プールは25メートルプールとなっており、6つのコースがあります。ガラス張りの壁と高い天井により、とても開放感があります。壁面のステンドグラスがとても綺麗ですね。屋外プールは50メートルプールが8コース、子供用プール、幼児用プールがあります。子供用プールにはウォータースライダーが設置されており、夏休み中の子供たちに大人気のスライダーです。それではスタッフの方にお話を伺っていきましょう。柳川プールは木造で、木のぬくもりと暖かさが感じられる体に優しいプールです。水深は約1メートルで、小学生以上であれば誰でも入ります。夏はウォータースライダーもある屋外プールもオープンします。皆さん遊びに来てください。佐藤さん、ありがとうございました。小原プールと柳川プールはそれぞれの個性があり、魅力がたくさん詰まった誰もが使いやすいプールです。運動不足だと感じる人、体を思いっきり動かしたい人、ぜひ通年開所しているプールをご利用ください。35回目のいいな伊達は、小原プールと柳川プールから2つのプールの魅力を合わせてお届けしました。次回もお楽しみに。